おはようございます。高島チャンネルのこちらです。今日は高島市内でシャワークライミングができる場所に遊びに来てます。シャワークライミングって何か知ってますか？いや知らないです。なんかね、滝でわーってシャワーみたいに浴びれるところ。すごいふわっとした説明やけど大丈夫？はい、まあまあ、どんな感じかやっぱりこの動画見てもらった方が分かりやすいと思うので、はい、今からその様子をお届けしたいと思います。それではどうぞ。あ、まず着替えますね。おうおう、このままじゃいけないので、はいはい、このウェットスーツに着替えて、じゃあ今から一瞬で着替えるんで、そのままちょっと待ってください。いい、こんな感じの服装になりました。かっこいい。今から向かいたいと思います。あ、ちゃうわ、まだなんか装備がある。これ腰に巻く。腰に巻く。命綱。昨日保険の適用のための書類になりますので、まず何人も人で横並びだと思います。あ、しんどいなと思うなら一人だけ前に。そうです、そうです。すごいな、もうなんか映えるやんこれ。おーね、おー結構濃いよ。あ、はい、水の足よね。ヒダン天然水塩分チャージ。セミしか笑ってへんわ。一人何に宣伝されるんだよ。あの辺からまず茶色いところ登山道登っていきます。何が？滝に到着。これが滝か。今からここに浸かるらしい。使ってみる。はい、冷たい。めっちゃ冷たいですよ。ほんまや、めっちゃ冷たい。今から登っていきます。ここでさ、遊ぶだけやと思ったらさ、これを登っていくらしいからさ、ちょっと難しそうじゃん。スピラ持ちながら登っていけるから。うわ、すごい。まあまあ激しい。できるからね。え、
いぞ。ちゃって一番いいところを撮影できなかったんですけど、まあ、それはぜひツアーに参加してもらって、はい、最後の一番いいところを皆さんも楽しんでもらえたらなというふうに思います。今日僕たちが行けたコースは4年生以上だったら行けるコースなので子供も楽しめると思います。ぜひ、あ、そうそう、またいつか紹介するかもしれないですけど、別のコースでちっちゃい子供楽しめるコースがこの会社さんではツアーとして設けてらっしゃるそうなので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。次の動画でお会いしましょう。さよなら。